早っ早っ、こんばんは。なんかあんま見慣れない前髪。今日は雑誌の撮影があって、いろんなところ、いろんなところっていうかメールとウィーバースで行ってたんだけど、やってもらったの今日。多分前髪とかじゃない？雰囲気違うの。え、本当？これどうやってやるんだろう。あ、本当？だいぶ雰囲気が違う。でも眉毛とかも私あんま普段やらなくて、でも今日はしっかりメイクさんが描いてくれて、髪もいつもと違う感じ。え、こういう感じが好きなのみんな。あ、そうなんだ。もうダメな、私この好みがもうなんか平成な感じが好きだから、自分でこういうのできないの。もう毎日メイクさんやっとった方がいいね、これ。できない。いつまでも七三分けをしていたい派なので。今私前髪をすっごく伸ばしてて、どうでもいいこの話。こういう風に、あの、こういう分け方をしたいわけじゃないんだけど、ちょっとこの辺を伸ばしたいっていう、そう、構想があるので。前髪の話しか勝たない、やばい。そうなの、ありがとう。若干マリアみたい。え、私もそう思う、そう思った。マリアみたいな髪型だなって思った。なんか全部外巻きにしてみたいな感じ。最近吉野家行ってる。1ヶ月前ぐらい行ってたけど、ここ最近は行ってないかな。うん、腰もね、今ね、順調に。今日は撮影してる時とかお仕事してる時全然痛いなって思わなかった。朝とかすごい気をつけてるかな。朝も寝たままの状態で少し軽いストレッチをしてから方がいいみたいなことを書いてあったから、いきなり起きないようにとかそういう努力をしてる。そう、先生に見てもらって、なんかポンポンポンって電気つけて、ここにはつけてないけど何箇所かに電気つけて、電気を流してもらって、それでちょっと良くなってって感じ。私がもちろんいけないんだけど、みんなのせいじゃないんだけど、握手をしてて、あのテーブルとかの絶妙な距離があることによって、こうちょっと前かがみになって固まっ、ずっと同じ姿勢でいることが、そう、あんまり腰にじゃなくて背中と足が固まっちゃって、それでなんか最終的に腰に来るみたいなことを言ってた。そう、ずっと腰を痛めてるわけじゃなくて、周りがずっとなんか筋肉がずっと固まってる状態がいけないんだよって、すごいその時はあーって思った。
その時は理解した。いやでもそうだからと思って、もう1日目の時から最初に会ったよりかはもうちょっと細めのテーブルにはしてもらったんだけど、そうだよ、だから他よりほんのちょっぴりほんのちょっぴりみんなと距離近くなってるの。ああ確かにツーショットかやったよねあれもテーブルあるか、そうだよね。いやでも私基本的に昔からテーブル、その自分の金届かなくて大変だなと思ってたからそうしてた、テーブルは。でも数に多分限りがあるから、そう、そうなんだ。あ、そう、明日県民賞出させていただきやす。明日、9時からで、その後23時30分からはカセソン。明日もまだマチさんいらっしゃいますね。ストーリーで県民賞の、あ、やっぱみんな出演情報どこで知るか分かんないから、やっぱ全部の SNS で行った方がいいね。大変だ、頑張りますそう、明日は2つ。髪の毛切ってほしい、だってショートの方がいいってこと？それはね、もうちょっと先、今はねロングがいいんだ。うん、でも春とかになったら一回切ろうかな。でもセミロングとか実はあんまりやったことないから、短いかこうやってめっちゃ長いみたいのしかあんまりやったことないから、こうストレートのこんぐらいのセミぐらいの糸一回してみたい。そう、レイヤー入れるの大好きだからレイヤー入れるの大好きだからっていうコメント面白いね。私のお城の雰囲気好き。いやでもあれよりももうめちゃめちゃいいショット今日たくさん撮ってもらって、でもすごいもう終わりの時間が迫ってきちゃってたからちょっとモニターとか撮る時間全然なかったんだけど、またでお城もらおう。スーパーいいです。ウィーバーさんに載せてたやつ好き。そう、あれは自分のカメラで、そう、マネージャーさんに撮ってもらった。今日ね
同じ雑誌で、でも取られてコンセプトとかテイスト、メイクの感じとか全く違うんだけど、もう同じメンバーでもう2人いた。言わないでおくけど、2人いたよ。すごい妖精みたいな感じで、めっちゃメイクとか可愛かった。大好きな2人がいましたね。ね、ほんとビーバースさ、めっちゃ画質いいよね、すごいよね。そうだから、いい状態で載せたいから、なんかいろんな写真あそこに送りたくなっちゃうんだけど。私と同じフォルダーの状態のままみんなに届けたい。いつもね、それで今まで結構載せるの躊躇しちゃってて、めっちゃ前のやつとか載せたいけど、なんかこの状態でみんなに送りたいから、だから待ってたみたいなところあるよねいいコンテンツが現れましたよ。もう本当に最近ずっとウィーバースに出没しておりますね控えてたのどんどん送ってほしい。私も送りたいけど、それをやりだしたら、なんで急に振り返るのって言われたからあと思ってやめたみんなが怪人になるんだもん、みんながザーザーするんだもん。いや、いいの見つけたわーと思って乗せ始めたらみんながザワザワしちゃった。もう慣れた？オッケーオッケー。あと何の写真も結構載せてたの大量にあるな。最近のはでも結構載せてるな。でも最近ちょっとインスタグラムのモチベーションが下がってきちゃった。なんか本当は載せたい写真とか載せないといけない写真がいっぱいあるんだけど、なんか投稿するに至らないもうなんかモチベ下がっちゃった。頑張んないといっぱいあるのよ、載せたいやつも。でも自分の写真がどん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 毎日毎日新しいのが増えていくからさ、載せるたんびにこうやってさかのぼってポイポイってやるのがすごい大変になってきちゃって、写真がね多いから、多いゆえになんだけど、 TikTok はやらないやらない。なんか TikTok こそわからないわ私。合わないでしょ私。そう、私なんかみんなからのメッセージ見れなくなったとさ、なんか急にやる気を失ったじゃあでもなんかすぐに見れるウィーバースかなみたいな感じでちょっとこっちに移行しちゃってる。いや、私も正直もうこれ以上 SNS はね増やしたくないかな。
今のでね精一杯だし、今のでもちょっと多すぎてる私には。そうウィーバーさん有料でも多分あれは AKB のに登録したらどうかな。でもそれからの個人の DM はまた多分追加でかかっていっちゃうんだと思うけど、でも私はあれ、まあ、自分は配信してる身だからだけど、いや払ちゃんとその対価払われてるというか、そうだからちゃんと画質が綺麗なまま届いてるなって感じがすごくする。え、もう大正解、大正解コンテンツだし、やっぱそれをかけてまでなんか撮ってくれてる人だから、そう本当に好きな人とか興味を持ってくれてる人が撮ってくれてるって思うとすごい安心できるし、そう今一番このお互いのあれが一致してると言いますか、今一番熱いです一番熱い。メールはもう今日記的な感じになってるかな。今日は何かあってとか、明日はこうでとか、まとまって文章を打ったりとか、そういう時にすごいやっぱそれはメールがいいね。でもそれをさ、あのビーバースとかに書いて返信をそれを書いてくれたりするからもう入り乱れてるよね。うん、安心安心。コメント見てる？うん、もちろんもちろん。で朝起きたらもう先にそういうちょっとバタバタしてたりするとできないけど、ほぼうん毎朝ちゃんと起きてすぐにもうやることがもうコメント見ることだから。ああ本当だ、後ろだ、誰？ガッちゃん、あこの間の、あ言ってたねえー、ありがとうガッちゃん。あ待って、ちょっと待って、いろんな人と話したら結局どっちだっけもんだよな。ちょっとこの間ね、そうあったんだよね話し会で、ガッちゃんかガッちゃんどっちにしようってせっかく話したのにさ、やっぱ終わってからまたいろんな人と話してたらどっちか忘れちゃった、ごめんなんでどっちにしたんだっけ。ガッちゃんガッちゃんガッちゃんあげるか下げるか、前者で、待って前者でお願いって言ったけど、どっちどっち、今私どっちいただってどっちだ、ガッちゃんガッちゃんガッちゃん、ガッちゃんが上がってるんだよね、ガッちゃんが下がってる。それで言うとどっち？あれ逆？あれ？で今ので。そう。どっち？でどっち？どっちだ？いやもうごめん、これ本当私の人生の課題なの、ごめんね、このイントネーション問題は、ごめん。ガッちゃんね、じゃあ今のでってやれたからガッちゃん、オッケー上がる方、オッケーオッケー、ありがとうガッちゃん。でも待って、すごくさこっちの方だとさ意識して変えなきゃって思いながら言っちゃう、ガッちゃんめっちゃガッちゃんって連呼する。
この間もさ、握手会の時にさ、めちゃめちゃ茨城の方言じゃとかイントネーションじゃないんだけど、なんかどこかの少し方言というか訛りがちょっと強めの人が結構続いて、いろんな地方だと思うんだけど、関西とかじゃない、なんか途中でイントネーションおかしくなっちゃった、私自分でも分かるぐらいで、結構後半の方になってくるとさ、やっぱ頭もだいぶ使っていろんな意識がちょっとできなくなってきちゃって、ずっと引っ張られた浜になっちゃうの、なんかおかしくなっちゃう。そう、生でってこと、そうだね。あ、ズビちゃんも、俺はタワーだ、タワー抜いてくれた、ありがとうズビちゃん。私は最近このハットにハマってる。これはもともと失恋ありがとうのハートのマークだからね、ありがとう。ねえ、毛が生えてるって言わないで、羽だから、これ毛じゃないから、ほんとそういうところ。もう羽だから、何毛って、全然可愛くないんだけど。今毛って言ったことをすごいディスってやる。羽なんだから、りんちゃん白髪染めしてる？白髪染め？白髪が出てきたかってこと？いやー、今のところは。でもさ、もし今さ白髪が出てきたとしてもさ、1本とかさ数本でしょ？染めるまでいかないじゃないかな、抜いた方が早くない？なんで私が白髪あると思ったんでしょうか？わかんない、あと10年とか経ったらもしかしたらそういうチャンスがやってくるかもしれませんが、今はまだね、そんなにっていうか、あの出会ったことないです。もしかしたら私じゃなくて皆さんに聞いた方が。お悩みですか最近。白髪染めって。私はまだかな。あ、でもあの聞いて、私ね、ちょっと今ないかもしれない、ちょっと今探すの大変なんだけど、私変なところからすっごい髪の毛並みに、もう髪の毛なんだけどめっちゃ長い毛が生えてるの、本当にない、たまに。 あった、ここか。本当だな、これこれだ、ね、あるよね、伝わるかな、伝わんないね。でも強く引っ張ったらさ抜けちゃいそうでやだな。だって今、あ、近かったな。でも今本当に見つけたの。あれ、いや引っ張ったらちゃんと証拠出るかなと思ったで、また見失っちゃった。そうなの、でもこれなんか見えないしなって、なんか育てちゃってる自分がいる。本当なのこれ、なんかね、なんこんくらいかな、あと肩だっけかな、ちょっとこれは本当にちょっと今どこにあるかちょっと覚えないんだけど、肩のちょっと後ろから本当になんか長いのが、だからここのさ、こ
この辺の頭のさ、何遺伝子っていうか、なんていうのかな、それがさこっちまで流れてきちゃったのかなって。え、ない、たまにない。え、やだ、切りたくない、やだ。でもここまでしっかりしてないの、産毛ぐらいの強さ、細さの、ね、ほんとに細いのがこの間あったの。え、待って、ほんとに弱々だからわかるけど、なんで今カミングアウト、なんか普通に面白くないかなと思って。あれ、なんかどっかにいたんだけど、いなくなっちゃったのかな。ない、面白い。本当にあるんだよ。あれ、なくなっちゃった。しかもこれ後ろのもの、ごめん、ちょっと頑張ってもなかった。本当なのこれ、アイスニッパーある。あ、お腹なんだ。お腹はないや私。いや、でもカメラとかでも多分映らないぐらいの細さ。今日の眉毛でも本当にしっかりしてるよね。複毛っていうの？へえ。確かに割と大胆な告白だよね。熱くない？これ着てるからかな。嬉しい、私の目が好きだって言ったね。今日涙袋ある？でもいつもこんなじゃない？あ、でも今日はねやってもらったから少しこう影とかつけてるのかもしれないね。子供の頃からその声なの？喋り方は違うと思うけど、さすがに。でもこうなんじゃない？あ、確かに黒目が大きいっていうのは本当に、このカラーコンタクトとかつけなくていいところは、確かにここはね、両親に感謝ですな。そうそう、白目の割合がめっちゃ少ないっていうか。どっちにいたんだろう。耳？私耳はちょっとなんかちっちゃくて恥ずかしい。もう少し耳大きかったらいいのにって。ラコンは撮影で入れたりするしない、ジャケ写とかでしか指示で
こういうのを入れてくださいって言われてとかじゃないとしない、絶対。いやーもうカラコンの話やめよう。なんかその話してるだけで目がしょぼしょぼする。本当入れるのが怖いよね、あれ。わかんない、みんな得意かもしれないけど。でもそうね、そう視力問題ね、本当に。いつかあの銅が入ってるコンタクトね、だからカンペが本当に読めない。だからミラモの時とかも全部私もちょっと結構近いんだけどね、ぼーってって感じだったらなんだけど、もう読めないから、もうゆいゆいにちょっとあれをね、読んでもらっていいですかってもお願いしちゃってる。でも最近その大学も行かなくなっちゃって、ああいう時にさ、なんか視力検査とかさ、いろいろやってもらってたからさ、もう全然してないから自分のもろもろどうなってるのか全く分かんない。ゆいゆいって視力いいの？いや視力いいっていうか人並みでもね、いいのかもしれないけど、もう全然もう私はもう下がって下がって下がってしょうがなくて本当ダメ。もう全部怪しい私、絶対スマホのせいだと思ってる。本当いい加減さ、血液型調べてこいよって話だよね本当にもうずっと謎、いい加減言ってきなよって自分でも思う。ミステリアスでいいの？いつか機会があったら行ってくる。はい、あと3分なの？ちょっと今今日時計つけてないから分かんなかった。あ待って、茨城のそれ話全然してないじゃん4日にね、そう茨城デスティネーションキャンペーンっていうものがあって、その一環として茨城の県庁、水戸市にある茨城の県庁でそうイベントがあるんだけど、ほんといろんなことをやってるの。なんか体験型の、ほんと県内のいろんなものをこう体験 しながらこう遊べるよみたいな。そうでも多分きっとこれほんとにちょっとほんと私も聞いたのほんの少し前で、で正式に発表されたのも昨日みたいで、私はちょっといつ発表されるのかなってドキドキしちゃってたんだけど、やっとそう発表されて、その夕方のあの桃太郎電鉄、桃鉄ってやつだよね、私ちょっとまだプレイしたことないんだけど、私はそれ夕方からやるそのゲームをあの地元の小学生の子とか、あとねバル君と一緒にプレイする。なんかね、直接県庁の建物に大きく投影されて、それでこうやってるから来てくださった方にはこう 見やすい感じ、そういうイベント、いろんなことやってるんだけど、たくさんある中で私はそれをに出演させてもらうっていう感じ。その前はまあ、でイベントのとして AKB のっていうとしのんとして出ることはないんだけど、でも個人的にいろいろ美味しいご飯とかが置いてあるということなので、そう買いに行ったりとかしたいなと思ってて、楽しむ出る前まで。
想像以上に美味しそうなものがたくさんあったから食べに行きたいなと思ってる。あゆー、そう、あんこーとかも、え、あんこ本当に美味しいんだよ。あ、切れちゃう？待って、あんこの切って食べるやつとか鍋とかあるのかな。美味しいんだよ。あー終わってしまう。じゃあいいや、ビーバス行こう。終わっちゃうの？あんこフィニッシュ。おやすみー。